ラザー販売は2030年までのあり続けたい姿として、つなぎ合う、そして解決し合う社会の実現という目標を掲げています。これは私たちが取り扱う製品やサービスなどが持つつなぎ合うという力を発揮して社会課題の解決に貢献していきたいという思いから生まれました。 SDGs に貢献するためにブラザーとして何ができるのか、お客様からどのようなことを期待されているのか、今回 Twitter という多くのお客様とつながることのできるツールを活用して、一般のお客様からブラザーに期待するアクションのアイデアを募集しました。120件以上のアイデアから選ばれたのが古着でクリスマスオーナメントを作るというものです。多くの方がワクワクするクリスマスというキーワード、実際にみんなワクワクしながら個性あふれる思い思いのオーナメントを作りました。今回の取り組みの中で一番大切だと思うことは、誰でも簡単に参加できることです。 SDGs というととても大きな活動で、自分一人ではできないと思ってしまいます。でも実はどんなに小さな取り組みでも、自分が実際に参加してみることから意識が変わり始め、行動が変わってくると思います。みんなの小さな力を合わせて大きなツリーを作り上げる。それぞれが持っている力はバラバラだけれど、それがとても素晴らしい。そんな活動をこれからも続けていきたいと考えています。